て、いわゆるこうブーイングとか激しい声というよりも、むしろ中国代表に声援が大きいのかなとも受け止められるんですが、相馬さんも下で聞いていたんですよ。彼のこういう身体能力を考え、長く右サイドに長く、ここでのフリーキックというジャッジでした。前節の長水がクロスボール、足に当たったのは安田、奈良崎キャッチです。いやー、今のはね、もうわざと飛び込んでると思うんですけどもね、それに対して、いや完全ファウルですよ、ないですけどね、レフリーも。ただ金田さん、こちらが受けてチャンスになる、戻ってきた、ファウルではないか、これはファウル、すごいタックルですね、ジョン・リュウのファウル。ちょっと心配ですね、怪我にもつながるような、岡田監督はもう不満やかたない表情、やっとイエローカードが出ました。このプレーです、ボールではなく足に行っています、ボールは前に運んでいますので、そこに間に合わないと見るや足に入って、日本中澤から中村健吾、中村健吾へのファール。まあ今のも完全にアフターで足行ってますからね、はい、もうそうですよね、イエロー出て当たり前なんですけどね、ジャッジとも残された後半戦っていかなきゃいけないんで、はい、フォワード指定が行く、フォワード指定が相手、中村健吾、中田健吾見ている、飛び出していったのは安田触っとけ、ボールは無情にも左へ流れる、そして安田が倒れている、また岡田監督が両手を広げて抗議しています。相馬さん、はい、安田が抜けた、安田が苦しそうに抑えていますけど、もうイエローじゃ済まないですね、でしょ今のは、多分ボール見てないと思う今のは。うわ、もう体ですもんね完全に、ベンチから大久保コーチ、大木コーチ、そして岡田監督、スローで見ていきましょう。いいところで飛び出していきましたね、金田さん。うわ、完全に1対1、中村のいいところが出ましたよね、これね、完全にボールから遅れてるの分かってますからね、完全に飛び蹴りでしょこれ。気になるのは安田の状態です、今後苦しめられています、日本にとっては不利な状況が続いています。これも後ろから、これも後ろから、さあ OK ですね、はい、まあ、実際には山瀬の攻守の切り替えの速さからね、いいディフェンスから奪ったボールですからね、まあ足がどうしてもね、そうですね、足りなくなりましたので損傷が蹴りましたが、このボールが乱れました、日本ボールにしたいところでしたがファールがあって、まあこの辺もアフターでね、そうですね、ボールの後ですね、中国との一戦、日本前半17分山瀬のゴールで1点リード、もう負けられませんが、今度倒れたのは羽生、羽生ですね、いや羽生バサミですからね、早いリスタート、飛び出してきたのは鈴木啓太、今日は鈴木啓太、中村健吾が隣にいるだけあって随分と前出てきました、これがいい、今スタジアムが何か投げ込まれましたね、今画面の右上に映りました、画面の右上に映っている18番のジョーン・リューがそのところに行きましたけれども、物が投げ込まれてそれを排除しました、打っていきました、田代は足を挟まれたけれども、笛はここでドリブルです、ドリブル倒されたな、いいプレーだね、今度今度だけは潰してます、本当集中してますよ ね、発煙筒がたかれてますね、発煙筒どこですか、本当ですね、日本のゴール裏ですね、奈良崎が守る日本のゴール裏、発電を増やしながらね、はい、ゲームをコントロールしてほしいですね、鈴木啓太ボールを離したところでファールを受けています、これは鈴木啓太がファールを受けています、おい、いや今のはね完全に啓太がねファール受けてるんですよ、 200% 中国のファールです、ちょっとこの5分はありえないジャッジのオンパレードになる可能性ありますんで ね、はい、ちょっと時間をかけて、よっしゃ、ここで試合終了、ロスタイム5分が経過、日本我慢した、我慢の勝利、